出す。うん。エースお疲れ。うん。文太。百段いつもこんてありがとうな。ありがとうちゅう。ええー。俺の音声出てんのかなこれ。おうん、出てんなこれ。たぶんあああ。ちょっと小さめか今日は。 おりちゃん新吉コンティーありがとうマイケルもいつもい、うん、いらっしゃいチッキーコンティーありがとう聞こえてるうん俺のところ、さマイク拾い結構いいんだよねこれね、うん、あこれはマスクだけどうんこれはこっちでいいんだよおいちゃんのマイクはね 結構ね。お耳がいいんですよ。うん。えみっちゃん。何を。夜中に起きてて、寝なくていいのかね。大丈夫か。宇都宮。あんつぶ行かないの、よっさん待ってる。 いや、だからなんか変な LINE がなって俺起こされたんだよ。ああ。なんで俺が行かなきゃいけないのね俺約束してないとこには行かないよ。なちゃんまんさんいついつん行くんでって時間作ってくださいとか言われない限り俺は行かないから。 うん、でパルパルの野郎が何て言って俺に LINE 送ってきたかわかるな富士宮「よっさんが1万円渡すって言ってるんで来てください」って「ああついに銭で俺釣るのかい」ってなめとるな。 なおさら行かなくなるの分かってねえな。おい。きちがいだろ。んなの。もういらないです。結構です。はい。タクシー代だって。いや、別にタクシーだよね。とか、そういうんじゃねえから。約束してねえんだから、行かねえんだから。そもそもタクシー代なんてどうもねえんだ。 おうっとジャスミンいつもありがとう大体んで佐野を呼び出したいのよネタになるからだろなあもうそういうのいじんないでくれよもうこの54歳にもなるおじさんをさんあんたらあんたらでな仲間同士で仲良くやったらいいじゃんなあコッパがよ 3人集まって仲良くやってればいいんだからよ。な俺みたいにさブランドがまだないんだろお前ら。早くブランド作るや配信者としての。わかるかよ。お前らブランドないんだよまだ。うわ。 トーバーアドナるル決まったアドースいつまでもようなちゃまのブランド人を吊るさがってんじゃねえよ自分で独立してバシーンってやってみろお前やれるんだろうがよ俺が誰か使ったことあるかねえだろうがよクソがよおめぇらつい所詮そこまでなんだよ お前らが使われる側になってみろ。できねえんだよ、彼らは。誰にも呼ばれねえから。うん、答えは出てんだよ。どんなになっても、お前らのことなんか、呼ぶやつはいねえよ。俺はピンでも呼ばれるからね。あ,あ あんま舐めないでくれよ。俺は伊達に長くやってるわけじゃねえから。何が一万円だよ、お前。桁が違うんだよ、この野郎。佐野呼ぶんだったら、お前一万円で呼ぶのは、舐めてるとしか思えねえよ。おい。なあ、養分ブロックしとくな。 じゃあなもうお前との付き合いもこれまでださよなら、はあ、誠まことに心苦しいんですけれどもお疲れ様でしたお疲れ頑張ってな配信な応援はしねえけど さよならアイブロックです小物がよ3人集まって何やってんだっつう話だよおめえら三3人で集まって3人だか4人だか知らねえよ集まってやってることなんて俺ピンで余裕ね いいや俺は別に売名なななんんんかする必要ないないんだもんでかわかる暗黒フェチ。だって俺うなちゃんマんだから。他のやつらは佐野引っ張り出してなんぼるだろうわあ佐野引っ張り出したうわーってなるわけじゃん。そんなとこによなあの俺がのこのこ行くと思う しかもお前1万円くれるからとかなめてんのかよなんだその1万円ってあその場で火つけて燃やしてやるよなんですかこれ便所でケツ拭いてこようかその1万円で。 うなちゃんマンは捨てたたっっってててて昨日言言まませせんんでした言ってません捨てるってどこに捨てるんですかねえお前ら俺あえて佐野ちゃんマンにしてんだよ。俺がもっとな承認欲求が大きい人間だったらここうなちゃんマンでやってるだろ。 もうもうそろそろいいやと思ったから佐野ちゃんマンにしてるだけでよ。うん、分かんねえかな。うん TB? 吉幸との絡み見たかったな。お前俺がもし行ったら TB が期待なんか絶対できないよ。あいつ 喋んねえもんよっつって俺が言ったらもうこんななってんのこんなこんな感じうんううようん何だよって何の用事だよってどうしたの?」って何しに大阪来たの 真横に座ってやるよ、そしたらダーンって言って「ああっつって「なんだよ」って「お前は俺のこと呼んだんだろなんだよ」って「タイトルはうなちゃんマンです」あそれニコラマなんかでやってんのもう欲しがってんじゃんかよ完全に「ダメだ」ってそれは配信者はもう一流はやっちゃダメよ。 ちょっと教えなきゃダメか俺が一回配信者の極意をあきほ配信終わったのお疲れ坊ちゃんがよっさんに会いたいって言ってましたよしだねあ今日はやってないのかきほうん今日は休憩日ねうん ままあまあ、休む時は休むきな坊ちゃんはよっさんに会いたいって言ってました行けばいいじゃん今なんかあんつむかなんかにいいんだろううんでよっさんは傍若と連絡通知まあ養分も誰かしらと取ってんだったら連絡取れんだろ 俺は知ったことはねえよそんなのあいつが誰と青がああ悪いけど下手れオワコンだとさちょっと待てよ暗黒フェチもう下手れとかオワコンだとかってだってオワコンってセリフはトップ取れない取ったやつにしかない証拠だからね。 ああ分かるオワコンって言われるには一回登ってねえとオワコンってならねえからああ俺喜んでオワコンでいいよああそっかー俺も一回ぐらいガッて行ったんだなーってああそういうことだよそうまあねだっていい 行ったこともねえやつはオワコンなんて言われるのもずーっと終わってんだから。あ,あ終わってるコンテンツに何しに見に来てんだよ。もう,もうさ、佐野に、あの、縛られんのやめたほうがいいよ、もう。うなちゃんマンとか佐野に縛られんのやめたほうがいい。自立しな。リスナーとして一流になりな。 まだまあアマチュアなんだから今度はよリスナーとしてねいい配信者を育てるリスナーになりなさいよね人のとこを来てガチャガチャ言うようなクズリスナーじゃなくてなこの配信者伸びそうだなと思ったら 応援するっていうかさそういうさこうプランを立てて、うん、そういうリスナーにならないとダメだねうん分かった <laughs> バックアッパーになりゃいいんだよんなのディスリードなんかすることはねえじゃんかよどうせ消えていくやつは消えていくからうん 「うーん佐野君はどこに行ってもいじめられるからねそうっさから俺は俺をいじめることでなんか自分が強いね俺は佐野のことをガンガンやっちゃったんだよって。 そういう、なんか自慢ができるんでしょ。俺もよ、だからよ、あ、そっか。俺をいじめると、自慢できるんだって、思ってるだけ。俺、誰かのこといじめて、自慢なんかしないよ。うん。答えはそこしかないだろう。冷静に見りゃ。佐野からかってって。 俺は言われる側だからさ、うん、言いたきゃ言ってていいよ乗らねえよ、残念ながらうん、だから、いじめられる側だからなんでいじめられるの俺のことが目障りなんじゃないのあ、しゃがねえな、うなちゃんばん強烈だからなああ、存在感が俺はもう自分で分かってんだよ うん、あいつら現場行ったら、シュンってなるから、全員。放送開けてりゃよ、生きってっけどよ。うん。お前ら放送切れって言ったって、切ったやつ一人もいねえからな。切れねえんだよ。お前ら放送全員切れよって。おい、放送外でちょっと話しようかって。なるよ、俺は。あいつら切ったやついねえからな。 切れねえんだよ。おけんかけてんじゃねえよ、この野郎。小僧がよ。口だけ小芝居はいいから、うるせえな、てめえよ。てめえもよ、何人かでよ、俺のことさらっといてよ。な、タイマン張ったての口調で、吠えてんじゃねえよ。 56人でお前は俺のことさらっといてよみっともなくねえのかよおいもうその名前使わない方がいいようん。